ルカによる福音「その時イエスは弟子たちに例えを話された」「盲人が盲人の道案内をすることができようか2人とも穴に落ち込みはしないか弟子は死に勝るものではないしかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれる」「あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのになぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか」「自分の目にある丸太を見ないで」 兄弟に向かって、さああなたの目にあるおがくずを取らせてくださいと、どうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け、そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。